アブドゥルラシド・サドゥラエフは、ロシアのダゲスタン共和国出身の、レスリングフリースタイルの選手。階級は 86kg 級と 97kg 級。身長 177cm。9歳の時にレスリングを始めた。2012年に、世界カデット 76kg 級で優勝すると、翌年の世界カデットには 85kg 級に、 階級を上げて2階級制覇を達成した。2014年になるとヨーロッパ選手権 86kg 級をはじめとして出場したシニアの国際大会で全て勝利を収めた。世界選手権でも初戦以外は全てテクニカルホール勝ちして18歳にして世界チャンピオンとなった。2015年の世界選手権では2連覇を果たした。 2016年のリオデジャネイロ五輪 86kg 級でも優勝した。その後階級を 97kg 級に上げると2017年の世界選手権ではリオデジャネイロオリンピック 97kg 級金メダリストのカエル・スナイダーに5から6で敗れて2位だった。2018年の世界選手権では決勝でスナイダーにホール勝ちして優勝した。 2019年の世界選手権でも優勝した。2021年の東京オリンピックでは、決勝でスナイダーを6から3で破って、オリンピック2階級制覇を果たした。以降は8 6ラム級での戦績以降は9 7ラム級での戦績。ありがとうございます。